ロスチスラフ一世は、スモレンスク公、ノブゴロド公、キエフ大公。キエフ大公ムスチスラフ一世の、第五子。母は、スウェーデン王女、クリスティーナ。キエフ大公イジャスラフ二世の弟。1125年、あるいは1127年以降スモレンスク公であり、1140年には、キエフ大公フセボロド二世の攻撃を受けるが、スモレンスクを守り切った。 1149年から1150年には2位、ジャスラフ2世と、鈴ダリのユーリードルゴルーキーとのキエフ対抗位をめぐる、戦いにおいて、兄を支援する。1154年に、キエフ対抗位ジャスラフ2世が死去する。対抗位をその弟ロスチスラフ1世は、おじのビアチェスラフとの共同統治の形で継いだ。後者の死後、ロスチスラフは単独でキエフを支配した。しかし、 ユーリーの陣営に属すイジャスラフ3世に敗れ、スモレンスクに撤収した。その後、1157年にユーリーが死去した後、キエフ大公位をイジャスラフ3世が継いだ。ムスチスラフ2世がこれを1158年に打ち破ると、翌年に彼はキエフ大公として、おじのロスチスラフ1世を招いた。その後、1161年に、 イジャスラフ三世がキエフを再度征服し、ロスチスラフ一世はベルゴロドに立てこもる。1162年、イジャスラフはこれを攻め落とそうとするがこれに失敗し、ロスチスラフ一世は反抗に転じた。彼は改装したイジャスラフ軍を追い、イジャスラフ三世は進化と共に戦死した。1167年に息子スビアトスラフを追放したノブゴロドとの朝廷のために、 ノブゴロドに向かう。その途中で息子とノブゴロドとの和解が成立したために帰還したが、スモレンスクに立ち寄った際には10秒にかかっており、キエフを目前にして死去した。ぜー、ありがとうございます。